経営者としての松浦さんの強みって何だとお考えですかまた弱みは弱みの克服はしましたか <laughs> あのすいません。もう経営者だと思ってないですよね。クリエイターだと思ってるんで、全くあの経営とかあんまり興味がなかったんですよ。でも急に社長やらざるを得なくなってやったんで、でずっと専務だったんですよね。専務専務って言われてたし、社長とか嫌だから会員にやってもらっていたし、 でもなんか自分がどうしてもやらなきゃならない状況になってやりましたけど、その社長っていうのは最終的に最終判断をするんですよ。決断を。一番したくないことをするのが社長の役目で。それ以外のことでほとんどみんながやってくれます。一番、それかよっていうところだけ決めなきゃいけないんですよ。それが社長の役目だと思います。だから大きな決断をするときっていうのは誰にも頼らないんですよ。頼れない。だからよく言うでしょ。社長は孤独だって。 あれってどういう意味か社長になるまでわかんなかった。社長ってみんな社員がいっぱいいて孤独じゃないけど。ところはどこへめちゃくちゃ大事な決断するときはみんなこっち見て何も言わないですよ。それが社長の役目です。だから、基本で誰にも相談しないですね。前はいたよ、相棒が。でもいなくなっちゃったんで。うん、基本今は、まあ、うん、まあ、う,ん、うちの今の社長とか、うん、CFO とかと相談しますけど、でも、 うん。肝心なところやっぱり、みんなこっち見ますよね。じーっと。<laughs> なんか俺かよ。俺が決めんのかよって、いうふうになりますけど。やっぱそれが社長の仕事なんで、うん。だから給料高くもらってるんで、しょうがないんで、そう思ってます。